次に宮本武史君。日本共産党の宮本武史です。まず本法案は公教育の一端を担う私立学校、とりわけ我が国の高等教育において、その学生の 75% を担っている私立大学に大きな影響を及ぼす法案であります。我が党わずか15分というような審議時間で質疑採決を行うことに強く抗議を申し上げたいと思います。本法案の直接の契機となったのは、群馬県の学校法人堀越学園に対する昨年3月28日付の解散命令と、それに至る経緯だと思うんですね。私立学校法は10年前に抜本改正をされ、理事会の明確化など一定の管理運営制度の改善がなされたはずであります。それにもかかわらず、堀越学園のような事態がいまだに後を絶たない、これは一体どういう理由によるのか、大臣のご見解をお伺いしたいと思います。下村文部科学大臣。学校法人制度は、私学の実勢の信頼を基盤に、行政の関与を最低限抑制する制度として、学校法人の設立と開催について行政の関与にかからせつつ、その間における学校法人の運営については行政は関与を極力控えるものとして制度が設けられました。平成16年の私学法の改正についても、こうした中で学校法人の自主的機動的な管理運営機能の強化を図るため、学校法人の理事会の制度の整備、幹事機能の強化、評議員会制度の改善等を行ったところでございます。一方で、昨年自主的な管理運営という私立学校制度の趣旨を逸脱乱用し、所轄庁の指導に対しても真摯な対応を行わず、当該学校法人のみならず私学全体や私学行政に対する不信感につながるような、異例な事態が生じたところであります。このため今回、所轄庁による最終的な措置としての解散命令に至るまでの間に、段階的な措置として所轄庁による報告聴取、立ち入り検査、必要な措置の命令の制度を創設するというものにしたものであります。委員長。宮本武史君。この堀越学園の、今回の事件というのはですね、度重なる法令違反、あるいは不祥事、経営状況の悪化と、再三を度外視したこの施設拡張もやりましたし、美術品の購入等々ですね、私も中身を見て本当に驚くべき中身であります。これはですね、やはり理事長の先端的な学園運営によって引き起こされたという面が私は一番大きいというふうに思うんですけれども、こういう認識は文科省もお持ちですね。時は高等教育局私学部長。堀越学園におきましては、当時の理事長のもと、賃金の未払い、公共料金の滞納などさまざまな問題があったということは事実でございます。一方で当時の理事会は経営を立て直すため新しい理事長を迎え入れるなどの取り組みを行ったこともございました。ただ結果として法人の理事の地位をめぐる関係者の対立等が起こりまして、理事会が混乱して適切な意思決定がなされないなど、学校法人としての管理が正常に機能していなかったということが主な原因だというふうに考えております。宮本武史君。ところでお伺いするんですけれども、今回の堀越学園問題でも文部科学省は早くからこの堀越理事長の専用的な学園運営と賃金や一時金の不払い、税や社会保険料の未納、私学共済掛け金の滞納など、放漫乱脈ともいうべき経営の実態を教職員組合から知らされてきたのではありませんか。委員長。時は私学部長。堀越学園につきましては、平成19年頃から法人の役員や教職員等から理事会の機能不全や財務状況の悪化等について情報提供がございまして、文部科学省としても経営上の問題が生じているということを認識をしていたところでございます。このため情報提供のあった事実関係等について、その都度法人に確認するとともに重ねて指導してきたというところでございます。宮本武史君。2010年3月に、
組合が文科省を訪れた際にですね、文科省と群馬県にそれぞれ提出された財務諸表の数字に食い違いがあると、このことを、まあ、組合から指摘をしたことを契機に国の次第計上費補助が不交付とされました。その後の文科省の調査で、学園が2003年4月の大学設置認可申請時に提出した財産目録と貸借対照表を虚偽記載していること、あるいは公認会計士の押印まで偽造していたことが発覚をいたしました。ですから、まあ、職員からのこういう指摘というものも、まあ、あったわけですね。でその後2011年11月の29日に創造学園大学創造芸術学部そしてソーシャルワーク学部の合同教授会は、規定に基づく新学長選任を求める要求書を議決するなど、理事長の選考を正そうという教授会の動きもこれはございました。先ほど教授会が大学のガバナンスの障害となっているという議論がありましたが、全くこれは逆でありまして、そういう教授会の動きも含めてですね、ことごとくこれは理事長理事会の選考と混乱によって自律的な改善には結びつかなかったというのが今回の堀越学園の事例であります。でこれはですね、理事長や理事会に大きな裁量を与えて理事会をチェックすべき評議員会や幹事の機能がたやすく形骸化しようと思えば形骸化される、ともすれば、先端的な運営が可能となる今の私立学校法に根本的な問題があるのではないかと私は思いますが、大臣はどうお考えになるでしょうか。下村文部科学大臣。堀越学園では当時の理事長の下で賃金の未払い、公共料金の滞納などさまざまな問題があったということは、これはご指摘のとおりであります。一方で堀越学園においては内部的なチェックという観点から幹事の選任方法について必ずしもその機能を果たすことができなかった。また経営を立て直すため当時の理事会が新しい理事長を迎え入れるなどの取り組みを行ったところでありますが、その後理事間の対立により理事会が正常な意思決定を行えなくなってしまったという、まあ、そういう状況が出てきたわけでございます。このように堀越学園の問題は内部的なチェック機能を重視するという方向性には一定の限界があり、むしろ公共性を高める観点から異例な事態において所轄庁が適切に対応することができるようにする制度を設ける必要があると考えるものであります。委員長。宮本武史君。私学に関してはですね、文科省はそれぞれの学校法人が見学の精神に基づき多様な教育を展開できるように自主性自立性が尊重されているというふうに、まあ、答弁をしてこられました。これはもう当然の大原則だと思うんですね。でところがこの自主性自立性の最大の保障とも言うべき民主的な内部チェックの体制をどう作るかということを本来は考えなければならないところを、まあ、文科省が事前に介入する規定を新たに設けようというのが今回の改正案の特徴だと思うんですね。民主的な内部チェックの体制を保障することこそ中心問題だと私はそう思うんです。でこれは2004年10年前の私学法の抜本改正の時にもこういうことが議論になりました。2004年4月14日の党委員会で我が党の石井一光衆議院議員は、大阪の当時の名城短大名城大学の問題を取り上げて教授会など教学側の意向を尊重せず理事会が一方的にことを進めていることを指摘をいたしました。当時の私学部長は学校法人の経営は経営側と教学側いわゆる両サイドが相互の役割分担を理解して協力し合って進めていくことが大変重要だと私どもも考えていると答弁をしております。また4月の27日参議院文教科学委員会では我が党の林俊子議員が大学設置認可申請時の当初計画の変更を文科省に無断で行った修明大学の事例を取り上げていち早く問題を築いて具体的に指摘できるのは現場の教職員ではないかこういう問題提起をいたしました。この時政府はどう答弁をしておりますか。
時は私学部長。今ご指摘の委員会におきましては、当時の副大臣から学校法人が健全にまた安定的継続的に運営されるためには監査制度の強化充実が必要であります。またそれとは別に、いわゆる内部監査、中の人が自主自立の立場からいろいろ問題点を監督するということも非常に大切だろうと考えておりますというふうにご答弁をしております。委員長。宮本武史君。教職員の声もしっかり聞いてですね、内部監査機能、内部チェックの体制を充実するように、まあ、この時にも取り組みたいという答弁がされているわけですね。私立大学に働く教職員の労働組合である日本私大教連は、すでに、この私立学校法改正要綱というものを発表しておられます。でこの中を見ますと、法改正をするならばですよ、学校法人の役員、理事長、理事、幹事の公正な選任、教職員の運営への参画、幹事制度の改善、理事会に対する評議会のチェック機能の強化、財務諸表の公開の促進といった制度改正こそ行うべきだというふうに、まあ、ご提案されているわけですが、大臣、こういう改革こそ必要なのではありませんか。下村文部科学大臣。今回の改正は、学校法人堀越学園の事例など、まあ、自主的、自律的な管理運営を重視する私立学校制度の趣旨を逸脱、乱用した異例な事態への対応が必要な状況も生じたことから、まあ、所轄庁が異例な事態に的確かつ効果的に対応できるための制度を設けるものであります。で、今回の制度改正を議論した大学設置学校法人審議会のワーキンググループにおいても、法人運営の透明性の一層の向上や法人内部のガバナンスのさらなる強化など、学校法人制度の充実全般についても議論がされたところでもあり、私学の実勢の観点にも十分留意しつつ、さらにこれはこれで議論を深めていくことは大切であるというふうに思います。ご指摘の日本私立大学教職員組合連合の案は、教職員から選出された評議員を4割以上とし、評議員会に強い権限を与えることなどを内容とするものであるというふうに承知しておりますが、学校法人制度は設立時の寄付者の意思及び寄付行為を基盤に置きつつ、理事会が最終的な意思決定機関として運営していくものであり、幹事や評議員会が適切に役割分担しながら、それぞれに期待される機能を発揮していくことが重要であるというふうに考えます。委員長。宮本武史君。今大臣も触れられたように、本法案の元になった大学設置学校法人審議会学校法人分科会が昨年8月に発表した報告を見ましてもですね、解散命令に至る以前に改善を促すための段階的な手段を整備するという、今回の法改正を提言するとともに、所轄庁による法的な関与により改善を促されることがないようにするための学校法人制度の充実全般についても議論されて、具体的には財務諸表の公開の充実や内部統制システムの強化といった論点もきちっと挙げられているわけであります。で、堀越学園ではですね、2011年9月から19ヶ月教職員に賃金は支払われませんでした。もちろん一時金は2008年以来支給をされておりません。で、文科省が2013年3月末までに解散命令を出すということを決定した2012年10月25日以降もですね、理事会は混乱を続け、理事長はまともな対応すらしようとはしなかった。そういう状況の下で、学生の学ぶ権利の保障を優先して活動し、学生たちのほとんどを無事卒業を転学させるために、いわば1円も受け取らずに頑張り抜いてきたのは、まさに教職員と教職員組合の方々だったと私は思うんですね。で、この方々の声に耳を傾ける、そしてそういう方々に未払いになっている賃金をやっぱりこのままにせず、きちっとやっぱり解決していく方向で力を尽くすと、このことがどうしても必要だと思うんですけれども、最後に大臣のご見解を聞きたいというふうに思います。下村文部科学大臣。この件は先ほど申し上げたように、私も相当前からですね、存じ上げておりましたし、関係者が私のところにもですね、大臣になる前の話ですが、相談にも来られておりました。
教職員の方々がですね、未払いであっても子どもたちに授業を知るということについてはぜひ放棄をしないでやっていきたいというその熱意と情熱はですね、本当に胸を打たれるものがあります。でやっぱり子ども第一主義ということで考えてもらった、解散命令が出た後もですね、希望する学生が他の学校等で学べるような環境づくりも教職員の方々も努力されたんだろうというふうに思います。ただ解散命令された後でございますので、今の法制度のもとでですね、その分の給料をじゃあ補填するというのはなかなかこれは残念ながら難しいことではないかと思います。宮本武史君、ぜひしっかりと耳に傾けていただきますようにお願いをして質問を終わります。